クジラの歌。クジラの歌は、コミュニケーションを目的として、クジラが発する一連の音である。特定の種に属するクジラ、代表的には、ザトウクジラが発する、反復的で、パターンが予測可能な音で、その発生が、クジラ学者に、人間の過小を想起させるものを指すために、歌と呼ばれる。音、声を発生するのに使われるメカニズムは、クジラの種類により異なっている。 とはいえ、クジラ、イルカ、ネズミイルカ、ポーパスは、陸上の哺乳動物に比べて、すべてコミュニケーションを目的とする、このような音や、その感覚に大きく依存している。これは、水中では、光の吸収が大きいため視界が悪く、また、空気中に比べると、水中では、分子の拡散速度が相対的に遅く、嗅覚が有効に働かないためである。加えるに、 水中での音の速度は海水面上において大気中の速度のおよそ4倍である。海の哺乳動物たちはコミュニケーションや接触において聴覚に非常に依存している。このため世界中の海洋で起こっている船舶航行や軍事用アクティブソナー、海洋地震などによる環境雑音の増加は海洋哺乳動物に対し悪影響を与えつつ、 あるとして、環境保護論者や、クジラ学者たちの関心を集めている。また、東京海洋大学の研究によると、地球温暖化に伴い海洋酸性化が進むと、様々な水中音響が伝わりやすくなり、クジラの求愛を妨げる、可能性があると指摘されている。人間は、口頭を通して、空気を外に押し出すことで声を発する。口頭内にある生態は、連続的な息の流れを、 理散的な空気の塊に分けるため、必要に応じて開閉する。空気の塊は、陰口部、舌、唇によって、意図する音へと成形される。クジラ類の発生方法は、人間の場合のメカニズムとは、かなり異なっており、さらにクジラ類の二つの主要な暗黙でも異なっている。ハクジラ類、トゥースとホエールズは、クジラの歌として知られている。長く続く。 低い周波数の音を出さず、寒高い周波数のクリックス及び、ホイする、ル、警的音といった突発音を発する。単一のクリックスは、一般にエコーロケーションに使われるが、他方、複数のまとまりあるクリックスや警的音は、コミュニケーション目的で使われる。イルカの大きな訓では、様々なノイズからなる、本物の不協和音が発せられるが、この音の意味については、 ほとんど分かっていない。フランケル・フランケル、1998年は、この音を聞くと、運動場で騒いでいる子供たちの声を聞いているように、思えると述べた研究者を紹介している。音自体は、人間の微光通路にも似た、音唇、ホニック、リップス、ホニックリップスと呼ばれる頭部の構造を空気が通過することで生み出される。空気が狭い通路を通過するにつれ、 音唇の白膜は互いに吸い寄せられ、周囲の組織を振動させる。この振動は、人間の後頭部での振動と同様、極めて敏感に意識的にコントロールされる。振動は、頭部の組織を通過して、メロン体、メロンに至り、メロン体が音を成形するとともに、エコーロケーション用の音波へと変換する。白ジラ類は、マッコウクジラ、スパームホエールを例外として、すべて、 二組の音唇を備えており、そのため、独立した二種類の音を同時に発することが可能である。空気は、音唇を通過した後、前提機能、ベスティビューラー柵に入る。ここより、空気は、ビブ複合体、ネーザルコンプレックスの下部へと循環可能で、再度、発生のため利用できる。またはそのまま噴気口から排出される。フォニックリップスのフランス語での名称は、 むせ合うで新月まり、猿の唇であるが、これは、形状が類似しているためとされる。2004年に CA スキャン、コンピューテッドアクシャルスキャン及び、単鉱子放出 CT スキャンを用いた、新たな図外解,解析が行われ、少なくともバンドウイルカ、ボトルノズドドルフィンの場合、空気は、郊外陰頭活躍筋、パラトファンジンエルスフィンクターによって肺よりビブ、複合体に供給され、 イルカが吸気を維持できる限り、発生プロセスは継続可能であることが示されていた。ヒゲクジラ類、ベリンホエールズは、ホニックリップス構造を持たない。代わりに、発生の役割を担うように見える高等を備えるが、生態がなく、どういうメカニズムで発生が成立しているのか、正確なところは、科学的に未確認である。しかし、クジラ類は、 音を発生させるために息を吐き出す必要がないため、発生プロセスは人間のそれと当然相動ではない。クジラは発生のため、体内で空気を循環させていると考えられている。発生のため、頭蓋空、クレイニールサイネススがまた使われているようであるが、現在のところ、詳細は不明である。複雑で容易に忘れることのできない、ザトウクジラ、および、 ある種の白流すクジラの声が、種として、死有選択、以下の章を参照のために用いられると信じられる。一方、他のクジラが発するより、単純な声は、一年を通して用いられる。シャチ、オルカを含む、葉を持つイルカが、物体の大きさや性質を極めて正確に探知する、目的で、エコーロケーション。これは、本質的に、超音速の音波の放出であるを使える一方、 ヒゲクジラはこの能力を持たない。さらに、サメなどのある種の魚とは違い、クジラの嗅覚は高度に発達しているとは言えない。こうして、水中環境における視界の悪さと、水中では音波は容易に伝達し得るという事実を考えると、ヒゲクジラ等が発する人間にとっての過調音は、その遊泳を補助する役割を持っていることになる。例えば、水中での深度や、 前方にある大きな障害物などはヒゲクジラが発する大音量の声で探知できる。クジラの中の二つのグループ、つまりザトウクジラとインド洋で見出されるシロナガスクジラの亜種はクジラの歌として知られる様々な周波数での反復的な音を発することが知られている。海洋生物学者フィリップ・クラファム、フィリップ・クラパムはこの歌を 動物界におけるおそらく最も複雑な歌と形容をした。オスのザトウクジラは後輩期に限ってこのような発声を行う。そこから歌の目的は性的選択を補助するためであろうと推測される。歌が一頭の同じメスを争う誘導士の競争が目的の振る舞いがテリトリーを定めるための手段か、あるいは オスからメスへの恋の駆け引きによる戯れのようなものか、いずれであるか不明であるが、現在研究が進められている。クジラの歌への関心は、1971年に歌を解析した研究者、ロジャー・ペインとスコット・マクベイロジャー・ペインスコット・マクベイによって引き起こされた。歌は、明瞭に区別される階層構造に従う。歌の基本単位、字として、 学音と呼ばれるは数秒間ほど継続する中断のない単一の発生である。これらの発生音は 20Hz から 10kHz までの周波数で変動する。人間は典型的には 20Hz から 20kHz の音を聞くことができる。単位は周波数変調が可能であり、すなわち学音において音は高くなったり低くなったり同じ周波数に止まったりする。 また、振幅変調可能である音量が変化する。4個または6個の基本単位からなるセットは、サブフレーズとして知られ、10秒ほど続く。2つのサブフレーズからフレーズが構成される。クジラは、典型的には、2分から4分の間、同じフレーズを幾度も繰り返す。これを、テーマと呼ぶ。テーマの集まりが、すなわち歌となる。クジラは同じ歌を繰り返し、 歌は二十分ほど続き、さらに繰り返され、何時間にもわたって続き、数日にも及ぶことがある。この、ロシア式入れ子人形、マトリョーシカ的な音の改造は、科学者の想像力をかき立ててやまない。さらに、個々のクジラの歌は、時間とともに緩やかに進化する。例えば、一ヶ月にわたる、時間の経過とともに、アップスウィープ、周波数における増大。つまり、 低音から高音への推移として始まった特定の単位が緩やかに平坦化して低周波数の音になることがある。別の単位は一貫して音量が大きくなっていく。クジラの歌の進化のペースがまた変化する。何年か歌が非常に急速に変化することがありえ、別の数年の間はほとんど変動が記録されないこともありえる。同じ地域のクジラは わずかなバリエーションはあるが、類似した歌を歌う傾向がある。テリトリーに重複のないクジラは、全く異なるユニットの集積を歌う。歌が進化していっても、古いパターンがもう一度立ち現れることはないと考えられている。クジラの歌を19年にわたって分析した結果では、歌の一般的なパターンは、点在して出現しうるが、同じ組み合わせは二度と再現されないことが分かった。 ザトウクジラはまた、歌の一部を構成するのではない、孤立した音を、とりわけ、求愛行為の間、発することがある。最後に、ザトウクジラは、三番目の分類となる、フィーリングコール、フィーリングコールと呼ばれる音を発する。これは、低周波数に近い、長い音、声であり、5から10秒程度持続する。ザトウクジラは一般に、群として集まることで、強調して接触する。 魚群の下側で遊泳し、全員が魚の群を突き抜けて垂直に髪型に突進し、一緒に水から飛び出る。この突進の前に、クジラはフィーディングコールを発する。このコールの正確な目的はわかっていない。しかし研究によれば、魚たちはこの声が何を意味するのかを知っているようである。録音した音を再生して魚たちに聞かせると、 ニシンの群は音に反応して、実際にはクジラがいないにもかかわらず、コール音を避けて移動した。アメリカのソプラノサックスプレイヤー、ポール・ウィンターは、ザトウクジラの歌をモチーフとした作品を発表している。ララバイ・フロム・ザ・グレート・マザー・ホエール・ホース・ベビー・シール・プップス、お母さんクジラがアザラシの赤ちゃんに捧げる、子守歌である。 大部分のヒゲクジラはおよそ15から20ヘルツの声を出す。しかし、ウッズホール海洋研究所の海洋生物学者たちはニューサイエンティストニューサイエンティスト氏2004年12月号に寄港して彼らが北太平洋で12年間にわたり一頭のクジラを追跡調査してきたことを述べ、このクジラが52ヘルツで歌っていたことを報告している。科学者たちは目下 標準周波数からのこの劇的なズレを説明することができない。とはいえ科学者たちはこのクジラは間違いなくヒゲクジラであり新種のクジラである可能性はまずないと考えている。またこのことから現時点で基地のクジラの種は従来考えられていたよりもはるかに広い生域を持っている可能性がある。その他の大部分のクジラやイルカは複雑さのレベルが 様々に異なる声を発する。とりわけ興味深いイルカとして、非常に多様なホイッスル、警敵音や、クリックスやパルス音を発する白イルカベルーが、その声がカナリアに似ているので、海のカナリアシーコネリーとも呼ばれるがいる。大部分の海洋哺乳類学者たちは、クジラの歌がクジラ類の発展と安寧にとって、とりわけ本質的に重要な役割を果たしていると信じている。 また、クジラが海の中にいるという理由だけで、クジラの歌に対する過度な魅惑が引き起こされてきたと示唆している観察者たちもいる。ただし、捕鯨に反対する人々は、彼らの主張を補強する目的で極度にクジラの歌を擬人化及び深刻化していることについては議論の余地があるとしている。反面、捕鯨に賛成する人々が、わざわざ家畜類の鳴き声には、 ほとんど考慮が払われていない点を指摘して、クジラの音の役割を過度に軽視する傾向があるという指摘もある。研究者は、クジラの声の正確な発生位置を探知するため、水中超音機ハイドローホーンを使用する。この方法で、クジラの声が太陽を横断してどれだけ遠くからもたらされたか、検知することが可能になる。30年分の価値ある軍事データを使って行われた。 コーネル大学のクリストファー・クラクの研究は、クジラの声は3 0 0 0トルまで到達することを示した。歌の生成に関する情報を提供するに加えて、このデータは、歌唱季節を通じて、研究者がクジラの回遊経路を辿ることを可能にする。ザトウクジラの歌は、映画、スタートレック4故郷への長い道では、プロットの重要な一部として使われている。 クジラがなぜ歌うのか、その目的がクリトファー・ムーアによる本、古く、あるいは私は、翼あるクジラがなぜ歌うのか知っているの中心となるプロット構想であった。クジラの歌はまた、デビッド・ブリンの小説、スター・タイド・ライジングにおける主要登場人物たちの宗教の一部を構成していた。ボイジャーのゴールデン・レコードは、1977年に、 そっと宇宙に向け発信した無人惑星探査機であるボイジャーに積み込まれたレコードである。金色にコーティングされており、そこには惑星地球を代表する様々な音とともに、クジラの歌もまた収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。